どうも、ケイティ三和田圭司です。今回はアシスタントの光くんに来てもらってます。今日はよろしくお願いします。お願いします。光くん、テニスですごい上手いんですけど、今回はさらにちょっとパワーアップをしてもらおうかなという企画でやっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。なんか光くん、もうちょっとこういうのを練習したいとか強化したいということはありますか？そうですね、自分ストローカータイプで結構ベースライン付近でテニスすることが多いんですけど、ラリーの中で自分から仕掛けてコートの中に入って展開していきたいな。しっかり打てるけど結構ベースラインのちょっと後ろでラリーしてる感じが多くて、相手の攻撃的なテニスをね待つ感じが多いです。あー、なるほどなるほど。結構カウンター系？そうですね。あー、やっぱり多いです、展開が。そうだね、カウンターもやりつつね、仕掛けれたらさらにね、いいかな。結構早い展開でやるっていうの得意だから、ちょっと今日はそれを伝授できればなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、一回ちょっと真ん中でちょっとラリーして、で、その後オールコートでやるっていう形でやってみましょう。わかりました。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、今真ん中でラリー、してたんだけど、浅いボールに対して踏み込みがちょっと少ないから、フォアハンドの時に結構待っちゃってる癖が多分ついてるから、深いボールは踏み込んだら打点詰まるから無理だけど、短いボールに対してはこれね、絶対踏み込んだ方がいい。踏み込んで打った方がポジションもやっぱ少し前になるし、ポジション前になるってことはテンポも上がる。で、相手としてはその方が同じボールスピードでも速くやっぱ感じるし、チャンスあったらその仕掛けるボールってやっぱネットプレーにつなげると思うから、オープンスタンスで行くよりも足を出して行った方が前に行くってこともこれ絶対にやりやすいと思うから、ちょっとそれを意識して、ちょっともう一回真ん中でラリーして、ちょっと短いボール踏み込んでもらって、はい、お願いします。はい、自分の体重がボールに乗っかる感覚があります。攻撃するときってその感覚って絶対必要だと思うんだ。あ、下半身でちゃんと出るから体重が乗ってるっていう。結構一般の人とか打とうとすると足ガチッと待ってこうやる人とかいるけど、全身でやっぱり打つっていうのが非常に大事になるから、ちょっとこの後ね、ボールボールです。はい、やってみましょう。ボール出して最初だけちょっと真ん中返して、でそこからお互いもフリーで勝負みたいな感じで、はい、行きましょう。はい、お願いします。
攻撃的にでもいいよ。どんどん仕掛けよ、仕掛けよ。はい、いけるいける。そう。さあ、いける。わー、ナイスショット。今の踏み込める、踏み込める、いけるいける。やっぱオープン癖がちょっとついちゃってるね。うん、はい、そうそうそう、ちょっと難しかった。そうです、自分でテンポ変えなきゃいけない。あ、どうしてもそこで崩れ、自分が崩れてミスっちゃう。ああ、そうだ、ね、あの踏み込む分テンポ上がるから、踏み込んで打つっていうのはちょっとこれ練習した方がいいな。で、ちょっと一回やり方変えて、ちょっとボール出しでやろう、はい、球出しのボールを中に入って打つ、まあ、シンプルな練習だけど、で今あの、まあ、いろんなテンポが来ると合わないって話だったから、あえてバラバラなあの球種もそうだしスピードも、そのままだから現試合っぽいじゃん。ストレートの展開を多分もっと増やした方がいいと思ったんで、うんうん、結構クロスが多くてこれが結構フォアで展開みたいなパターンが多かったから、うん、だからちょっと球出しのボールをストレートのあのエリアに、うん、打つ練習で、はい、行きましょう。いいです、はい、お願いします。そっちのエリアに出すから、そのまま少し前に入って行き方で、さっき見てるとね、ちょっと詰まってるのが怖かった。やっぱそのオープン慣れしてる分、それが踏み込んだから多分ちょっと近かったから、ちょっと前すぎるぐらいのイメージでもいいと思う、うん、これで前引っ掛けちゃっても最初はいいと思うから、うん、はい、前前前どうぞ、おい、よっしゃ、はい、そうそうそう、そのちょっとの、はい、これ前、はい、さっと入って、オッケー、ナイスショー、はい、しょ、はい、ちょっと低くね、スライスのボール、ちょっと一回沈んでから、そうそうそう、はい、一回沈んで、沈んで、そうそう、はい、はい、いただいて、ちょっとスライス系とか、あの甘いボールときは広く取ってちょっと低くなるようなイメージ。逆にスピン系のボールでちょっと跳ねるから、あんまりこう沈む必要って俺はないと思うんだけど、高いところに取るのにこういくとやっぱり力の伝え方がおかしくなるから、で跳ねてくるボール系のときはある程度スタンス取って少しボールの後ろから捉えるっていう意味、スタンスを広く取るっていうのを頑張ってやって、今かなり沈んでると思うけど、トークトーク、うんうんうん、結構遠すぎるぐらいでも多分大全然良かったと思うんだよね。で、今やったストレートの展開はあれ絶対あったのよ、うん、で、あれがあるとそっち怖いから、クロスの角度つけた時ももっと楽に多分行くと思うんだよ、うん、ちょっと次はあのそれ意識して、はい、はい、やっていきましょう、はい、行こう、あ、調子はい、ああ、でしょ。今のめっちゃいいね。自然だったよ。中入って、そうだそうだ、あー、いいボール、テンポが
速いからこっち乱れる。おーおーよっしゃ、今の前に、あ、次も逃さない、そうそう、そう、常に仕掛けるチャンス、ちょっと狙って仕掛けるチャンス狙って、はい、仕掛けてるよこれ。おーおー、こっちが生きてるやつだね。うん、いい感じおー、はい、よっしゃ、はい、あーごめんさあ、中入って、打点がね、かなりやっぱ変わったよね、うんうんうん、ちゃんと溜めれるじゃん、右足こっちの溜めから入るからね、あそこまでしっかり入られると結構わかんないから、やっぱこっちがあるから、こっちが、そう感覚が、だから思いっきり打たなくても踏み込むだけで、あれだけ決まる、うん、もう最後の、これマジベストショットあれ最高のショット、うん、だからこれ絶対身につけば、うん、もう自然と攻撃できるし、で、次の段階はネットプレーとか、まあ、プロの選手だと、まあ、俺も取れなかったけど、多分あれ一本返してくるから、そこで詰めておいて、これ、この人だと決まるんだけど、でも、それも返ってくる体で、打って前に行くっていうのもセットになると、よりいいかなと、はい、ちょっとやってみてください。はい、あ、今日はありがとう。ありがとうございます。またやろう。はい、お願いします。次はネットプレー。そうです。うん。そのあたりちょっとやろう。はい。また。はい。